った。 大丈夫だ。 良さそうな宝箱ですね。 城壁発見。
Yare yare. Dema o kake saseru wa ne. Toka iitsutsu, sasuga ni ureshisou da na. Ureshisou na kao nante shite nai de shou. ラウダ委員長、あれは幻獣。ノルドにも出たわ。行くぞエマ、援護を頼む。お任せください。ルクス光の剣だ。 委員長も不思議な力を普通に使っているみたいだし、わざわざ来る必要はなかったかもしれないな。いえ、まだ終わりじゃないわ。この凄まじい気配は。 話はあとよ。気を引き締めなさい、エマ。俺たちも加勢する。まずはこいつを片付けよう。一緒に行くよ、ラウラ。フィー、そなたたち、心得た。力を貸すがよい。行きましょう、皆さん。 俺の番だな。 任せてください。青き炎よ、我が剣に集う。
不思議な気配もやっと消えたみたいだ。大丈夫か、二人とも。うん。本当にリーンさんなんですね。皆さん、セリーヌまで。当たり前でしょ。まったく。唐突すぎて、どう振る舞えばいいかわからぬくらいだ。リン、そなたが無事でいてくれるとはな。なんというか、柄にも合わず目頭が熱くなってきてしまっている。ラウラ、すまない。心配をかけて。みんなには何度礼を言っても足りないくらいだ。水臭いことを言うな。私は七組のそなたの剣としてこの力を振るうと誓った。こうして再び会える日まで決して折れることはないと。そして今ようやくそれは果たされた。ただそれだけのことなのだ。ありがとうラウラ、本当に無事でよかった。委員長もようやく会えたな。はい。こうして皆さんに会える日が来るなんて。リーンさんに再び委員長と呼んでもらえる日が来るなんて。なんだか夢の中の出来事みたいです。俺も同じ気持ちさ。でもこれは夢なんかじゃない。大変な状況だけど、こうしてまた会うことができた。諦めずにここまで来て本当に良かったと思うよ。はい、本当に。きっと皆さんのおかげです。皆さんやリーンさんがいたからこそ、改めてお礼を言わせてください。委員長。ちょ、エマ。ありがとうセリーヌ。リーンさんたちのことここまでサポートしてくれて、一緒にここまで来てくれて本当にありがとう。大したことじゃないでしょ。あんたこそ。まあ無事でよかったわね。野良猫にならずに済みそうで。もう憎まれ口ばかり叩くんだから。仲いいね。ああ、これでラウラさんたちとも無事に合流できましたね。幻獣の気配も消えたようですし、
一旦町に戻りましょうか。ええ、そうしましょう。ラウラたちも構わないか？うん、もちろんだ。道すがらこれまでのことをいろいろと話させてもらおう。桟橋の方へ急ぐとしましょうか。委員長？本当ならもう少し早く話しておくべきでした。私たちのこと、そして鬼神と機動車のこと。話してくれる気になったんだな。はい、エマ。セリーヌからすでに聞いているかもしれませんが、私が士官学院に入ったのは使命のためでした。古より続く一族の末裔。魔女の使命？それは遥か昔から受け継がれてきたものでね、地下深くに封印された大いなる力を見守り、その行く末を見届けること。それがエマにとっての果たすべき使命だったってわけ。大いなる力。旧校舎地下に眠っていたバリマールのことだな。じゃあ君たちは鬼神のことを最初から知っていたというわけか？ええ、存在については。そして鬼神が機動車を選ぶことも、選ばれた人間が避けられない戦いに巻き込まれていくことも。資質はあったとはいえ、リンさんはある意味巻き込まれた側です。準契約者となった他の皆さんも同じく。なのに私は何一つ皆さんに警告することができなかった。七組の仲間として。ちょっとエヴァ。エモ、エマ、あんた。せっかく再会できたのにこんなことを言うなんてどうかと思いますけど、私これ以上皆さんとは。委員長。君はあの時言ったはずだ。7組は最高のクラスだって。
およそクラス分けには縁がなかった私ですけど、7組が最高であるのは自信を持って言えると思います。クロウがそうだったように、俺たちの背景にはいろいろあった。俺自身幼い頃から妙な力を抱えてしまっているし、あれ自体鬼神とは何の関係もないものなんだろう。そうね、選ばれた理由の一つにはなっているかもしれないけど、あんたのその鬼の力は魔女でもよくわからないものだわ。そうか、でも俺はこんな忌まわしい力を持っている俺ですら胸を張って7組の一員だと言えるし、言いたいと思ってる。アリサもエリオットもラウラにフィー、マキアスにユースも、ガイウスにミリアム、クロウ、そしてエマ。君もいる。最高のクラスの一員でいたいと思っているんだ。リンさん、本当にそうよ。当然。だからそんなことは言わないでくれ。そしてどうか俺たちを導いてほしい。不思議な知識を持つ魔女、俺たちのクラスの委員長、面倒見のいい大切な仲間として。もうそんな風に言われたら何も言えなくなるじゃないですか。わかりました。古の謎の一端を知る魔女としてだけではなく、7組の一員であるエマ・ミルスティンとして、どうかこれからも皆さんと共にいさせてください。ああも言わずもがなだ。よろしくね、エマ。やっぱ7組にはエマがいないと